今日の動画では、Amazon プライムビデオで放送中のおすすめ韓国ドラマ、見放題独占配信中の韓国ドラマなど、7作品を紹介してみたいと思います。11月27日からプライムビデオで独占配信されているドラマ、ある日、真実のベール。タクシー運転手の父を持つ、どこにでもいるような普通の大学生、ヒョンス。ある日、同級生からパーティーに誘われたヒョンスは、父のタクシーを拝借してパーティー会場に向かう途中、営業中のタクシーと勘違いし乗り込んできた女性客、ホングクファと出会います。彼女のミステリアスな雰囲気に飲まれてしまったヒョンスは、グクファと一晩を共に過ごすことに。ところが目を覚ますと、グクファがベッドで刃物に刺されて死んでおり、ヒョンスは普通の大学生から一変、殺人事件の容疑者となってしまいます。ヒョンスは果たして彼女を殺した殺人者なのか、それとも完璧な殺人現場にいた無実の少年だったのだろうか。隠された真実と歪んだ正義、そして司法の問題点を真正面から描いた、全8話のハードコア犯罪ドラマ。一晩の逸脱で平凡な大学生から殺人事件の容疑者になったキムヒョンス役をキムスヒョンが演じ、ヒョンスの無罪を立証しようと奔走する落ちこぼれの三流弁護士シンジュンハンをジャースンウォンが演じます。2008年イギリス BBC にて放送されたクリミナルジャスティスが原作で、アメリカやインドに続いて世界で3カ国目となる韓国版リメイク作、日韓同時に配信されるとあって開始前から大きな話題を呼びました。誰にでも存在する大人と子供の狭間を生きる未熟な18歳が経験する眩しくて切ないピュアラブストーリー。シングルマザーの母とは離れて暮らしている高校生のジュヌは、ある日幼馴染を助けようとしますが、校内暴力の加害者として濡れ衣を着せられ強制的に転校させられてしまいます。ですが転校先の学校でも絶対権力者のような学級委員長フィヨンに目をつけられ、時計を盗んだ犯人として疑われてしまいます。新しい学校に何も期待せずにやってきたジュノですが、敵意を表すフィヨンに対してだんだんと負けたくないという思いが湧き上がってくる一方で、誰にでも分け隔てなく優しい性格のクラスメイトのスビンや友達、そして教師ハンギョルらと同じ時間を過ごすうちに、誰にも心を許さなかったジュノは徐々に心を開き成長していくことに。心を閉ざすクールな少年ジュノ役のアンソンウ、ジュノに敵対心を燃やすフィヨン役のシンスンホ、そしてジュノの心を癒すスビン役のキムヒャンギラを中心に、甘くピュアな初恋模様はもちろん、いじめ、差別、家庭環境など現代社会が抱える様々な問題にぶつかりながらも、大人と子供の狭間にいる18歳という時間を精一杯生きる若者たちの姿をリアルに演じ、最終回は自己最高視聴率を更新、視聴者たちの感性を刺激し深い余韻を残した作品と評価を受けました。人間になることを目標に生きてきた999歳の九尾の狐であるシンウユは、999年かけて大事な狐玉に人間の精気をコツコツと集めてきました。ですがある日、ひょんなことからウユの大切な狐玉を不意の事故により一人の女子大生、イーダムに吸い込まれてしまいます。狐玉が人間の体内に無事に止まっていられる期間は1年。このままではダムは死に、ウヨは人間になれないという最悪の結末が待っていました。解決策を見つけるまで大事な狐玉をそばで見守っていたウヨは、自分の屋敷で同居することをダムに提案するのですが、ネイバーのウェブ漫画が原作のドラマで、チャンギヨンとヘリ2人の撮影に入る前からの仲睦まじいツーショット写真などが SNS やグラビアを通して公開されると、原作漫画とのシンクロ率が半端ない、神キャスティングが実現されて嬉しいなど多くの反響を呼んだそうです。また主演を務めたチャンギヨン、ヘリ2人の他に、愛さずにはいられないサブカップルとしてドラマを盛り上げるカンハンナ、キムドワン2人のコミカルな恋の行方も見どころの一つ。さらに、イーダムに生まれて初めて切ない片思いをすることになる大学の先輩で、ウヨの恋のライバルとなる、ケイその役を演じたペイニョクにも注目です。恋する家活は、家で暮らす女性と、家を買う男性のマイホームロマンスを描いたドラマ。
キャリア10年目の雑誌編集者、ナーヨンウォンは、担当雑誌が廃刊になってしまった上に、住んでいた家まで競売に出され、退去させられ、人生のどん底を迎えていました。職場も家も失ったヨンウォンでしたが、先輩の紹介で住宅雑誌、月刊ハウスの編集部で働くことに。ですがそこの出版社の代表が、自分を家から追い出した不動産投資家、ユー・ジャソンだったことが発覚します。家はただ在宅の手段であり、しばし寝るだけの場所に過ぎないと考える。若くして不動産投資で成功した、恋愛とは無縁のツンデレイケメン、ユー・ジャソンと。家は完全に自分としていられる場所であり、すべての感情の空間だと考える。何があっても超ポジティブな女子、ナーヨンウォン。家に対する考え方が全く異なる二人は、一緒に働くうちに、徐々に心の距離を縮めていくことに。可愛らしさあふれる演技で、ファンの心を魅了する女優、ジョン・ソミンと、トップスター、ユービクや、椿の花咲く頃などで知られる、人気俳優、キム・ジソクが繰り広げる大人のラブコメディで、韓国では、9月に放送が終了したばかりの作品、韓国では家活カップルとして愛され、心温まるストーリーに、多くの共感を呼び、大きな話題となりました。一家の大黒柱といつもトラブルばかりを起こす4人の弟妹との絆を描いた韓国のハートフルコメディドラマ。母親は蒸発、父親も家を出てしまったことから、長男のプンさんは18歳で一家の大黒柱となり、自分のことよりも弟妹たちを優先して生きてきました。掛け事が大好きなお調子者の次男ジンさん、優秀だがプライベートに問題を抱えている双子の姉ジョンさん、派手好きで浪費家の双子の妹ファさん、過去に囚われ生きる気力と目標を失っている末っ子ウェさんと、成人してもまだ分別のない弟妹に悩む毎日を送るプンさん、加えて共に頑張ってきた妻のブンシルにも愛想を尽かされ、夫婦は離婚の危機を迎えていました。弟妹たちと自分の家族の間で板挟みになってしまったプンさんの心労は極限に達し、ついに倒れてしまいます。親代わりとして弟妹たちだけのためにがむしゃらに生きてきた主人公イープンさんをユーシュンさんが務め、弟妹そして妻役にシンロウミ、オージホ、チョンヘビン、イーシアン、ジャーソウォンら実力派俳優たちが出演。厄介だが愛おしい家族の大切さが描かれた感涙必至のドラマで、韓国ではじわじわと視聴率が上昇し、最終話は 22.7% という高視聴率を記録しました。過剰記憶症候群で1年365日8760時間の全てを記憶するアンカーイージョンフンと、大切な記憶を失ったライジングスターヨンハジンが運命的に惹かれ合う切ないラブストーリー。全ての記憶が脳裏に焼き付く過剰記憶症候群のイージョンフンは、視聴者からも局のスタッフからも信頼されているニュース番組のアンカー。生放送中のどんなトラブルにも動じない冷静沈着な性格で、完璧すぎるように見えるジョンフンですが、かつて愛する人を目の前で失った辛い過去を忘れることができず苦しんでいました。ある日ジョンフンの番組にゲスト出演したトラブルメーカーの女優ハジンの言葉にジョンフンは衝撃を受けます。なぜならそれは亡くなった恋人がかつて自分に言ったのと同じ言葉だったからでした。性格や考え方など何もかも真逆の二人は、最初はぶつかり合うも予想もしなかったつながりを通じて、徐々にお互いが抱える心の傷を知り、少しずつ近づいていくことに。運命的に惹かれ合っていく二人の記憶にまつわる秘密には、どんな悲しい過去が隠されているのか。韓国では放送当時、視聴率こそ高くはなかったものの、主演俳優、キム・ドンウクとムン・アヨン二人のロマンスは、オンラインコミュニティで大きな人気を集め、記憶ロス、記憶カップルという心臓ごと、20代女性を中心とした熱いファン層を作り出し、前は高い話題性で、目が離せなくなってしまう視聴者が続出したそうです。ソンヘギョとチャンギヨンの共演で、放送前から話題を集めたドラマ、今、別れの途中ですが、いよいよプライムビデオに登場。ソンヘギョ演じる、冷静な現実主義者で安全第一主義者、美しく感覚的で、仕事も愛もプロフェッショナルなファッション会社のデザインチーム長、ハーヨンウンと、
チャン・ギヨンが演じる、頭脳、財力、完璧なビジュアルまで兼ね備えた、ラブコールが絶えないフリーランスのファッション専門のカメラマン、ユン・ジェグクの、偶然と必然が交差した大人のラブストーリー。別れと書いて愛と読む。甘くてしょっぱくて、辛くて酸っぱくて苦い、別れのストーリーを描いたロマンスドラマ、今別れの途中ですわ。2022年1月28日からプライムビデオで、プライム会員向けに独占配信される予定です。